Thank you for watching! It's me, Anna! 今回は高校生から大人まで向けのレッスン4になります。今回のトピックは自己紹介のスピーチを英語で書いてみよう、そして発表してみようというものですね。レッスン4の今日は今まで習ったフレーズを組み合わせて一つのスピーチを作っていきたいと思います。でも怖がらないでください。今までやったことを本当に1つ目、2つ目、3つ目、4つ目というふうに組み立てていくだけです。簡単ですよ。さあみんなやってみましょう。まず挨拶をしなければいけません。 So please say hi and please say your name。自分の名前を言いましょう。 My name is、まあ、私の名前はアンナなので Anna と書きます。これでも自分の名前はしっかり言えました。第一段階突破です。そしたらこれから自分が何を話すのかということを相手に伝えなければいけません。いきなり I was born in Tokyo, Japan って始めてしまうと聞いてる方もおちょっと情報量が多すぎるってなってしまうんですが、ここで Today, I'm going to tell you a little bit about myself. 今日私は自分のことを少しお話ししますね。というふうに3分ぐらいのスピーチがどのような流れになっていいかということをまず伝える必要があります。なのでこの文はそのままコピーしてください。もう一回いきましょう。Today, I'm going to tell you a little bit about myself. そうしましたら、まずは自分がどこで生まれたかということを表現します。I was born in Tokyo, Japan. 私はちょっとこう見えても東京で生まれ育っているので、こう書きますね。I was 過去形にすることを忘れずに born 生まれた。で、場所の 前は必ず in を書きましょうね。I was born in Tokyo, Japan. もうこれで第二関門突破です。三つ目は自分の年齢または学年を言いましょう。お仕事で自己紹介を使う方は、ね、わざわざ私は20何歳ですとか30何歳ですとか、まあ、言う必要がない場合が多いと思いますので、お仕事で使う方はこちらは省略していただいて結構でございます。どうしても年齢を言いたいという方はぜひ言ってください。もし学年を言うときは I'm in the first grade、 私は1年生ですと伝えてください。もちろん高校1年生だったら I'm in the first grade in high school という言い方もなくはないんですけれども、例えば見るからに高校生だろうという年齢で分かっているので、中学校1年生だったり小学校1年生だったら、まあ、おそらくオーディエンスとしてはあこの子は1年生って言ってたけどきっと高校1年生だろう、あきっと大学1年生だろう、大体見当はつくと思います。なので基本的にはわざわざ in high school とか言う必要は基本的にはありません。ただ場の雰囲気を見たり、そのスピーチをどういう時に使うのか、その、 環境によって使い分けますので、それはご自身で選んでください。年齢を言うときは、I'm、例えば25歳だったら、25 years old っていうふうに言うといいですね。そして最後に、自分が空き時間、自由時間、仕事の後、学校の後、どんなことをしているか、自分の趣味のようなものを紹介するときは、この文を使います。My favorite thing to do after school is listen to music. この場合は学校の後は音楽を聴くことが私の楽しみですよというふうに言っています。でもしもっと趣味があるわっていう場合はこういう表現を付け加えてもいいですね。Also ですね、ちょっと空いてるところに書いちゃいますが、これ Also ですね。もし付け加える形で、例えば私は動物が好きとかこういうものが好きって時はこの also を足して続けてもいいですね。例えば猫が好きなのだったら I also like cats. I also like dogs
I also like、まあ、何でもいいですよね。スネークスでもいいですし、何かペットとか好きなものをその後に付け加えてもいいですね。で、一番最後に忘れちゃいけないのが、聞いてくれてありがとうございましたという一文です。 Now you know a few things about me. Thanks for letting me share ですね。ちょっとここに書ききれないので一番上に書いちゃいますね。すべて話し終わった時に書いてほしいのは、 Now you knowa few things about me。 これで私のことを少し知ることができましたね、または紹介させてもらいました。で、きちんとお礼を言います。 Thanks for letting meShare、 共有させてくれてありがとう。直訳はこういうことですが、まあ、要は聞いてくれてありがとうございました、ご清聴ありがとうございましたというような意味になります。それでは初めから全て通してみましょう。 Hi My name is Anna. Today I'm going to tell you a little bit about myselfI was born in Tokyo, Japan. I'm in the first grade. My favorite thing to do after school is read. I also like cats and dogs. Now you know a few things about me. Thanks for letting me share.となります。すごく短いですが、きちんと挨拶もしてるし、名前を言ってる、ある程度の年齢も言ってるし、自分の出身地も言ってます。さらには自分の趣味、十字架やりたいことも表現できています。きちんとオーディエンスに対してお礼も言えています。この1分足らずのスピーチでたくさんのことが盛り込んでいて、自分の自己紹介するにはうってつけのものになりますね。それでは今回はこれで終わります。次回も頑張っていきましょう。 See you!